誕生日おめでとう、たくさんありがとうございます。なんか終わっちゃった。なんかすっごい楽しみにしてたことが一つ終わってしまった。皆さんお誕生日お祝い、たくさんのお祝いツイートも本当に朝起きてすぐ見てて楽し、あ、本当にたくさんの人がツイートしてくださって、それももうそこからもう嬉しかったんですけど、ちょっと夜は寝てしまって、公演に備えて寝てしまったんですけど、朝一で見て本当に嬉しくて、もう今日当日で生誕祭をできるっていうのが本当に奇跡みたいな日だったと思うんですけど、あ、煽んないでくださいありがとう、みんなありがとうね。ショールームでもたくさんお祝いありがとう。今日来れた方も来れなかった方も本当にお祝いおめでとうっていうお祝いの気持ちが嬉しいです。乾杯。やっと飲めた。でもテニーさんも見に来てくださってて、テニーさんからもプレゼントいただいちゃいました。これ 十何本ぐらいとテッドくんのぬいぐるみ、テニーさんのお仕事をしてる時に見つけたんですよ、この炭酸、梅の炭酸。誕生日おめでとう、ありがとうありがとうありがとう、みんなありがとう。ショールーム急にはめちゃってごめんね。花冠花束もおじきます。ちょっと生誕祭振り返ると、振り返ろうと思うんですけど、本当にね、みんなツイートしてくれてる、あの明日するね、いいねだけしとくね。なんかめっちゃ伸びちゃった、私のスピーチが長かったから。何話してたかまだは覚えてるけど、言いたいこと全然言えなすぎて悔しくて結構泣きそうだった。それぐらい考えてたこと言えなかった。でも本当にめっちゃ楽しんでて、本当にめっちゃ楽しくて、最後まで、あとはスピーチだって時に本当に、なんか多分同じことばっかり何回も言ってて、終わった後に本当にショックで LINE したら、お世話になってる人に LINE したら、マジで喋れてなかったねって言われて、え、だよね、ですよねってなって、マジで悔しい。楽しかったのに悔しい。ありがとう、いっぱいお祝いして、本当に全部言えなかった、何も言えなかった。告知
告知を言うってことだけは決めてたんですけど、絶対にそれですらちゃんと言えなかった。スケボーのさ連載のタイトルも言いたかったんですけど、タイトルも言えなかったし、 YouTube のショート動画も始めるっていうのも連載につなげて盛り上げていくために始めようと思いますってことも言いたかったのに、そうも言えなかった。スケボーの話しか言ってない。いや、そう、それだけ私にとってスケボーが大きかったっていうのは本当にそうなので、それは伝わってよかったなって思うけど、ただそれだけしか伝わらなかった。タイトルは、あ、じゃあちょっと改めてショールームでね連載のお話をさせていただくんですけど、今日初解禁されて皆さんにずっとずっと言いたくて言いたくてしたか仕方なかった嬉しいご報告なんですけど、明日4月20日から、もう明日です、前日の告知になってしまったんですけど、明日の4月20日正午から、読売新聞さん、あの読売新聞さんです、全国で見れるあのそれです、あのかの有名な読売新聞さんです、みんなの知ってる、そう、そんなにもう大きな場所でなんとスケボーの連載をさせていただけることになりました。すごい嬉しい。オンラインなんですけど、結構オンラインで見てる人も今多いみたいで、その読売新聞さんのオンラインサイトの中のスポーツページ、あ、なんだっけ、アクティブスポーツページっていう読売新聞オンラインの中の一つのページがあるんですけど、そこでもうスケボーの連載をさせていただくんですけど、今でもあのスタンダードさんの連載をさせていただいていて1年以上、またさらに読売新聞さんで連載させていただけるなんて、もう本当にすごいことで、でもこの連載もするにあたっても私の頑張りだけじゃなくて、スタッフさんがすごいいろいろやり取りしてくださったりして、読売新聞さんにも結構前にも挨拶行ったりして、結構本当に時間をかけてこの連載がスタートするわけです明日。そう、早くみんなに言いたかったんですけど、実はずっと前から進んでてこの話が、なんかこんなにもさ自分が頑張ってきたことで結果につながるっていうのが本当に初めてっていうか、それを自分でちゃんと認められるのがスケボーを始めてからそう思えるようになって、だからこうやって少しずつつながっていくことによって自信もつくし、自信がつくことによってアイドル活動もすごい頑張ろうって思えるし、本当にもういい循環すぎて、このスケボーを頑張ってアイドルも
楽しくて頑張ってっていうこの日々が充実しすぎてて怖いぐらい充実してるんですけど、そうなんかこれまでこんなにも一つのことが長く続くことって意外考えてみたらなかったなって思って、でもスケボーを始めたからってアイドルがちょっとおろそかになるっていうのが、まあ、絶対に嫌だったので、今でもそれは本当に思ってるんですけど、スケボーも頑張りたいしアイドルも頑張りたいし、スケボーを頑張ることによって NGTとしての活躍の幅を広げていけたらいいなって22歳は思ってます。ありがとうございます。結局スケボーの話になっちゃった。でもアイドルとしても本当に嬉しいことたくさんあって、フェスに出させていただいて、結構今年入ってからなんですけど、たくさんフェスに出させていただいたり、去年はツアーもさせていただいて21歳では。でも本当に話したいことたくさんあったのにさ、なんでさ今までも全然話してないんだけど、そうでもセンター祭で言いたかったことを今思い出しても何言いたかったっけってもう本当に分かんなくなってる。時間が足りない。 SNS も全然できてない。でも私の意思で今日発表連載のことも YouTube のことも今日発表したいし、 YouTube も今日から始めたいってスタッフさんにめちゃくちゃお願いしていろいろ動いてくださって今日を迎えることができたので、本当にこの日のためにいろいろ準備してきたんですよ。それを詰め込みすぎてファンの方も追いつけてないんじゃないかなちょっと思ったりもするんですけど、読売新聞さんもスケボーの YouTube のショット動画もぜひこれから頑張っていきたいので見ていただけたら嬉しいです。こんなに時間ないと思わなかった。同じ大型お羊座の誇りそこなの。ありがとう。トトロね、トトロ DMM カットされないかな。本当にね準備たくさんしてきたの今日のために。スタッフさんにすごいこんなにもさ自分からさこれやりたいあれやりたいこれやりたいって言えるようになったのも本当にここ最近で、前までは本当に自分から行動が全然できてなかった気がするんですけど、スケボーを始めてから視野が広がったっていうか、もっとこうしたらよかったんだとか、
たい、これやりたいっていうことも勇気を出して言ってみたら、それを一緒に頑張ろうってサポートしてくれるスタッフさんたちがいて、メンバーたちも応援してくれて、本当に周りの環境に恵まれすぎてた1年だったなって思います。考えれば考えるほど本当にたくさん助けられながら、周りの人がいたから充実してたなって思います。ありがとう、たくさんおめでとうって言ってくれて、そう、それをこうやって連載だったり目に見える形につなげることによって、少しずつファンの方に認めてもらえるような気がして、だから私が本気でスケボーやってるっていうのも、あんまりそんなにスケボーに関心のない、てかまだあんまりよく分かってない人にも、このスケボーの連載を通して ありがとうございます。急に一気に来た、ありがとう。連載を通して少しでも好きになってもらえたら嬉しいです。そう、でもスケボーだけじゃないの、なんでスケボーばっかり話しちゃうんだろう。でもそれが伝わってほしいからいいんだけど、でもそうだね、軸はスケボーで、それがあったからそのアイドル活動頑張れてるっていうのは本当で、なんか楽しくなった。なんか今までも楽しかったけど、なんかただいるだけでなんか何がしたいのか分からなくて、ファンの人、こんなにも応援してくれるファンの人たちがいるのに、なんか何がしたいんだろうって分かんなくて本当に悩んでた時期があったんですけど、今は本当にただ楽しくて、その楽しい姿をファンの人に見てもらって応援してもらってっていう、この時間が本当に幸せで、本当にしくて幸せです。何言ってるか分かんない、本当にタワーありがとうございます。気づかなかった、ちゃんと新さん、ありがとうございます。みんなもケーキもありがとう、ハートもありがとうございます、バラもありがとう、応援ありがとうございます。掛け軸も来てた、そう、最近では21歳で舞台が決まって、22歳で初めて NGT か外の世界に出て舞台に出演させていただくんですけど、それも本当に話が来たことに本当に感謝ですし、ずっとやりたかった演技のお仕事なので、全力で取り組んでやってよかったなって、ファンの方から舞台から帰ってきて、なんかちょっとでも成長したなって思ってもらえるように頑張るので、本番も見に来てほしいですし、これから楽しみにしててください。
でも実際稽古すごい本当に新しい環境で初めてのことが多すぎて、しかもスタッフさんもいなくて、知ってるスタッフさんも近くにいない状態で、本当に新しい場所ポンって今入ってやってるんですけど、まだ始まったばっかりだけど、絶対にすごいこれはいい経験をさせてもらっているんだろうなって思いながら稽古やってて、本当にすごい舞台経験のたくさんある方たちと一緒に出演させていただくので、みんなについていけるようにっていうのもそうなんですけど、本当に素敵な作品で、本当にアニメが面白いんですよ。だから舞台もそうだけど原作も本当に見たら好きになると思うので、見に来てくださる方ぜひ原作も見てほしいなって思います。そう、22歳、そう、実家に帰れてるっていうのも結構大きいな。7年間活動してきて初めて実家に暮らせてる。明日からまた頑張ります。気持ちを切り替えて、でも原作も大好き、めちゃくちゃ面白いですよね。そう、それも成長できるきっかけの一つになると思うので、本気で取り組みたいなって思います。スケボーはスケボーで、舞台も頑張りたいし、アイドルとしてもたくさんステージに立ってたくさんファンの人にと一緒にライブとか公演とか一つ一つの時間、楽しい時間をたくさん共有したいと思っています。12時過ぎてからでいいかな、ストーリー。新しい夢ができるきっかけに、そう、いろんなことに挑戦して、挑戦するだけじゃなくて、そこで何か自分の中で何か変化だったり見つけられるように、しっかりやっただけで終わらないようにちゃんと吸収して帰ってきたいと思ってます。頑張ります。寂しいけど、本当に寂しいけど3回言っただから早くね、出演者の皆さんとも仲良くなりたい。どうしよう、その1ヶ月後にもう全然寂しくない楽しいとか言ってるかもしれない。私もうその場その場でめちゃくちゃ楽しむタイプだから全然ありえるんですけど、寂しいです今は なんか本当になんか楽しめるようになった、一つ一つのことを。なんか楽しいんだけど、楽しいの中にもやっぱでもなーって、楽しかったでもなー、この先不安だなーみたいな毎日だったのが、楽しかった次はどうしようっていう、どんどん
プラスの考え方ができるようになったって、もう本当に私人格変わったんじゃないかって思うぐらい、なんかスピーチでも話したけど人生が180度変わったって言ったけど、本当にそう2期生と仲良くなれたことも21歳の年が一番深い仲を深められた年だったなって思うし、こういうねスケボーしててもなんかこんなに楽しそうに滑る人見たことないとか、初めて会った人にこんすごくすごい楽しそうに滑るねとか言われるんですよ。私なんかどこのパーク行ってもそういうようなこと言われて、あ本当に心から楽しんでるんだって思って、ファンの方にもすごいスケボーしてる私を見て生き生きしてるとか楽しそうとか言ってもらえて、そうやって言ってもらえることによって全てが楽しくなるその楽しさをみんなに共有してみんなに笑顔になってもらいたい。なんかやっぱ私ゴールをね決めるのが苦手っていうかあんま向いてなくて、なんか決めちゃうと心配になっちゃうんですよ。決めちゃったら本当にできるかなみたいな不安になっちゃって、いらないこと考えちゃったりするタイプだから、今の生き方がすごい合ってる気がする自分に。その時その時の一つ一つの仕事お仕事を楽しんで、全てのことを楽しむことが目標です。明確にさ決めてそれに向かうのもすごく素敵なことだけど、楽しむってこともなんだかんだ一番大事な気がする。楽しむって言って楽しんだらできなくても楽しかったからいっかとはならないけど、楽しめたからよかったって思えるじゃないですか。立派になった？いや多分自分に合った自分のスタイルを見つけられたのかもしれない、このアイドルしていく。だってアイドルしてたら目標決めるのって絶対大事だもん。何々がしたいです、何々がするために頑張りたいですって、そう私もできることならそういう人間になりたかったけど、それを言ったことによって私すごい経験上苦しめちゃうですよ自分を。お酒じゃないです。だからさみんなに楽しいって応援してて楽しいって思えてもらえてたらもうそれだけで幸せじゃない？それじゃダメ？楽しんでる延長で嬉しい舞台だったり連載だったり嬉しいお知らせがついてきて、嬉しいことが後からついてきて、で楽しさが連鎖。でもね本当にマジでさスピーチだけは本当に、うん、
忘れたい。いくら良かったよって言われてもこれだけは自分の中で納得いっていかないと。もう文章で伝えさせてください。もう来年から絶対手紙にする。手紙書く、いやだ、でも手紙書くの嫌なんだよね。なんか気もその場その場で話した方がなんか本当の思いが出てくるって思ってたけど、うーん、今年は違った。話したいことがたくさんありすぎる。本当？でも同じことしか話してなかったよ。キーワードだけ箇条書きで書いておく。いや私それしたの。それだけは、それだけはした。本当に内容は考えてなかったけどそれだけはした。携帯のメモだけど。ラーメン部のなんか YouTube の登録者数1万人いったらいいことがあるかもっていうのをフルジューサーさんが言ってくれて、それの話もしたかったし、だからラーメン部も頑張りたくて力入れて告知頑張ったり、見てくれる人を増やしたいっていうのも話したかったじゃん。あとはまあ歌唱力でもう歌唱力も自分に自信がついた出来事の一つで本当に挑戦してよかったって。結果以上のものを得られたって話したかった。しあとなんだろう、あ、そう、グラビア撮影のもやらせていただいて21歳最後に。でも何も話せてない。もしこれをさ審査なんてされてないけど審査されてたとしたらもうゼロ点すぎて。さ、楽しかったからいっか。この配信もさ全員が見てくれてるわけじゃないからさ DMM だけ見たらめっちゃ話すの下手な人、まあ下手なんだけど、でも楽しかったことには変わりない。ピカピカお手紙めっちゃ嬉しかった。ひのちゃんがお手紙書いてくれなかったか、歌唱力のこと触れられなかったから、それも感謝だわ。本当に周りの人、そうなの、私誰かがいなきゃ本当に無理なんだよね。そうさ、だから2期生、最近2期生にすごいさ混じって2期生顔してるみたいなよく言われるけど、心を開けて2期生のことを頼れるようになったから心を開けたっていうか、全然私2期生に何も教えてるっていうからだけど、先輩としてっていうよりも仲間としてなんかいろいろ話して補い合っている気がする。めっちゃ助けられてる存在に。元気ない時とかさ本当にみんなの顔見るだけで笑える、笑顔になれるだよね。朝昼夜公演でさ朝リハーサルの時とかにさ
普通にさ朝だしさ調子悪い時とかもあるじゃないですか。でもそういう時にさメンバーの顔見ると本当に頑張ろうって思えるんだよね。急に話変わるけど、だから心が開けたから、だから活動がよりなんか充実してるって、それもあるかもしれない。周りの環境馴染めるようになった、学校に友達がいなくて友達ができてから楽しくなったみたいな感じ学校で例えたらね、全然学校とは違うんだけど、グループの一員だから。サンドイッチありがとう、ハートのケーキもありがとう。視野が広がったってそういうことかもしれない。前だったら自分の中だけで解決しようとして、ああ辛いなって思ったけど、周りを見て見れるようになったから、それが自分にもいいことにつながってる。みんなが写真送ってきてくれた。今日朝から頑張って LINE めっちゃ書いたのにさ、返してたのに気づいたらもう60件も溜まってて、幸せ、本当に幸せ。お祝いツイート本当に幸せ。ゆっくり見るね。でも明日からまた舞台の稽古だから、明日ゆっくり見るね。1日かけて3日ぐらいかけて見るかもしれない。成長したかな。公式のインスタだけ引用させて。もう終わっちゃう。誕生日時間足りなかったな。なんか誕生日の日に報告するの私めっちゃいいなって思ってたけど、ぎゅっと詰め込みすぎてみんなのリアクションが見れるあるのか、なんか不安になる。あ、そう、スケ連載のタイトルのコンティニティ180って読むんですけど、180度って書いて、もうスケボー始めて人生が180度変わった、アイドルの人生も180度変わったっていう、人生が180度変わったのと、私がスケボー TV で NHK さんの番組で挑戦した180、フロントサイド180っていうトリックをかけてこのタイトルを作りました。なんか時間なさすぎて SNS 雑になっちゃってやだ。フォトログ、唯一さ考えてたフォトログだけさ時間過ぎちゃって載せられなかったっていう。 Twitter とかはパパパってその時にやればいいやって思ってたら、めっちゃ時間に追われて唯一考えてたフォトログですら載せられなかった。確かにランキング用も。ひたひた、みんなありがとう。
じゃあエンディングテーマソング流しながらのランキングにしよう。ではあと5分しかない。誕生日おめでとう、ありがとう。じゃあ身の回りにしよっかな。なんで最後っぽい。じゃあこれでランキングを読みたいと思います。13位てっちーさん、12位ミスターさん、11位まっつんさん、10位ぬっくん、9位あおいみのよりちゃん、8位まっ先生、7位令和の土方さん、6位いつかの少年さん、5位伊賀さん、4位赤シャツさん、3位まゆちゃん、2位せいぜんさん、4位心配ですさん、1位しゅうちゃん、ありがとうございます。あわあわ、ありがとう。ありがとう、当日に本当に本当に当日に開催させてくださったスタッフさんにも本当に感謝しています。今日連載の発表を今日にしたいって言ったのも私だし、 YouTube ショート動画を今日からにしたいって言ったのも私だし、それに向けて本当にいっぱいいっぱい準備してきたんですけど、うまくできなくてすみません。でも本当に生誕祭は楽しかったです。これからその YouTube も連載も始まってから皆さんに伝えていけるように、私が伝えたかったことをこの連載を通して、その YouTube 動画を通して伝えていけるように頑張りますので、ありがとうございました。すみません、良かったです。サビ歌えなかった。あと3分で誕生日終わっちゃうんだって、やだ。もう足り、もう足りてる、大十分幸せでした、ありがとうございました。メンバーに会えなくなるの寂しいな。あと15秒、めっちゃちょうどいい。みんなありがとう、本当に。
ちゃんとツイート見ます。全部しっかり見ます。